アカシさんまはラジオで過去に韓国から大バッシングを受けたことがあると明かした。2002年、日韓共催で行われた FIFA ワールドカップだが、ドイツ対韓国の際、さんまはドイツのユニフォームを着てテレビに出演した。これは、さんまがサッカー好きで、ドイツチームのファンだったからなのだが、これが韓国の怒りを買った。共同開催国であるにもかかわらず、ドイツのユニフォームを着るとは何事か、と韓国の新聞で来々的に取り上げられたのだ。その時のことを、 えらいお怒りになって、新聞一面ですよ。さんマ韓国の敵って、えらい叩かれた。さんま vs、韓国。俺、絶対勝たれへんやん。さんまは苦笑いでそう語った。しかしそれでも一部のサッカーファンは、その気持ちわかるぞ、と、味方してくれたそうだ。